ロビー・ブレイク・ボートルスはアメリカ合衆国フロリダ州アルタモンテスプリングス出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。現在は NFL のグリーンベイ・パッカーズに所属している。高校時代はフットボールだけでなく野球でも活躍した。その後セントラルフロリダ大学に進学した。1年時は赤シャツとして過ごし、 翌2011年は10試合に出場し、パス110回中75回成功、958ヤード、6TD、3INT の成績を残した。2年時は14試合すべてに出場し、パス399回中251回成功、3059ヤード、25TD、7INT の成績を上げた上、ランでも285ヤード、8TD を上げた。 2013年にはチームをフィエスタボール出場に導き、パス301ヤードを稼ぎ、52から42でベーラー大学に勝利し、攻撃 MVP に選ばれた。2014年1月5日、2014年ドラフトにエントリーすることを発表した。2014年5月8日に開かれた2014年ドラフトにおいて、ジャクソンビル・ジャガーズから指名された。なお、 この年の QB としては最初に指名された。6月18日、ジャガーズと4年契約を結んだ。2014年のボートルス開幕直後は、チャド・ヘニーの控えだったボートルスだが、第3週のインディアナポリス・コルツ戦で後半から出場し、パス24回中14回成功、223ヤード、2td、2 i n t という成績を残した。 翌週のサンディエゴチャージャーズ戦でプロ初先発を務めた。しかしこの年はリーグワーストの55回のサックを浴び345ヤードを喪失、先発した試合の成績は3勝10敗であった。2015年シーズン、チームは5勝11敗止まりとなり、またしてもリーグワーストの51回非サック18回のインターセプトを記録した一方で、 タッチダウンパス35本パス4428ヤードパス成功355回を記録し、これらはいずれもジャガーズのフランチャイズレコードを樹立した。2016年シーズン、パス獲得ヤード3905ヤード、パス成功率58.9%、23タッチダウンパス、16インターセプト、34被サックを記録した。 2017年シーズンはパス3687ヤード、21回のタッチダウン、13回のインターセプト、q b レーティング84.7という成績であった。チームは10勝6敗で地区優勝、第3シードを獲得した。自身初のプレイオフとなったバッファローウィルズとのワイルドカードゲームでは10から3で勝利し、 1>, 1タッチダウンを上げるも、パス獲得ヤードが87ヤードに止まった。ビルズ戦は、低調なパフォーマンスだったが、ディビジョナルラウンドのピッツバーグスティーラーズ戦では、パス成功率14、26、214ヤードを獲得し、チームも45から42で勝利し、チームを1999年以来となる、カンファレンス決勝に導く働きを見せた。 チャンピオンシップのニューイングランドペイトリオッツ戦では、パス成功率23、36、293ヤードを獲得した。チームは20から24で敗れ、スーパーボール進出とはならなかった。2018年シーズンは、一点部長に陥り、チームが7連敗を喫したところで控え q b のコーディケスラーと代わり先発の座も失った。チームは、 オフにニック・ホールズを獲得したこともあり、このシーズン限りでジャガーズを去ることとなった。2019年3月18日、ロサンゼルス・ラムズが獲得を発表。しかし、ラムズでは3試合の出場に止まり、同年限りで退団した。2020年9月に、デンバー・ブロンコスと契約を結んだ。2020年12月29日、ジャレット・ゴフを怪我で書いた。 ロサンゼルスラムズと契約した。しかし、出場はなかった。2021年5月12日にグリーンベイ、パッカーズと契約した。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。